2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているよね。とはいえ世界の海軍に目を移せば多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われているよな。そうだね。さて今回は原子力推進を機関とする航空母艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に現ロシア海軍のキイロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めているんだ。そもそも原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ90隻、ジェラルド・アール・フォード級を1隻、後者がシャルル・ド・ゴールと合計でも12隻しかないぜ。しかしアメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態ってわけだ。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計建造燃料交換が可能な唯一の造船企業なんだ。エンタープライズはアメリカ海軍のそして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっているよ。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2 ダブル加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも多額の費用が必要となってくるんだ。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを実際に記念艦として復元し、保存することの意義については意見が分かれている感もあり、実際に最終的な措置がどのように推移するのかの決定には未だしばらく時間を要すだろうね。ちなみにエンタープライズという艦名はアメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・アール・フォード級の3番艦として2022年4月に寄港されたものにすでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みだぜ。そして今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していくらしい。ニミッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われるな。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なく見積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は優に通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵するようだぜ。さて続いての原子力潜水艦であるがこちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6か国が保有運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっているんだ。こうした中で西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるんだけど、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近なんだよね。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があったんだ。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3か国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、
オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されているみたい。その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるんだけど、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されているよ。すなわちオーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に経由して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだな。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているんだと思うぜ。さてそんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表したよ。今回のこの両社の契約の目的はアメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されているんだ。前述したようにアメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を順送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だね。こうしてアメリアとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも、協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろうな。フランスとしては急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていた、シフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を保護にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうかと予想されるぜ。さてイギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられているね。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアだよ。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして1番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの経由保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け燃料と放射性物質の除去を実施するみたい。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べているな。イギリス海軍はスウィフトシュア級より以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻も全て経由保管しており、今回のスウィフトシュアは予定では2026年内に解体を終えるとしているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年12月15日に現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発したよ。これはアメリカの下院議会が前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカス大きな成果だと評しているな。
さて今回はオーストラリアへのバージニア級攻撃型原子力潜水艦の売却が本決まりした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるんじゃないかな。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容はオーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べたよ。これまでにもオーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協力で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきたよな。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると目され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えると思うぜ。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶんだけど、その内容にはオーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいるみたい。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろうね。こうした報道を受けてオーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況だと思う。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有運用しているのみで、その老朽化が課題となっているんだって。コリンズ級は水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の錬金の収益からも20年以上の歳月が経過しているな。このコリンズ級はスウェーデン海軍のベステルエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として533ミリメートル魚雷発射艦6門を艦首部に装備しているぜ。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され今は実戦配備中の潜水艦としては最古参の親潮型にほど近く、こちらは基準排水量2750トン。水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっているよ。親潮型はネームシップにして1番艦の親潮が1988年3月、最終11番艦の持ち潮が2008年3月に収益を迎えた艦艇だけど、すでに1番艦親潮は2023年5月に除籍、2番艦満潮、4番艦巻潮も練習潜水艦に変更されているね。したがって現時点で海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は8隻を残すのみとなっているんだけど、ご存知のように海上自衛隊では年に1隻ずつの新増艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されているんだ。地方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊はその戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは自国の国防の要となっていることは言うまでもないよな。現在の海上自衛隊ではこうした潜水艦隊を22隻体制とすることをかつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、
現行の体制を敷くことが定められたのは2011年度からで、達成に至ったのは昨年2022年のことだぜ。2011年以前の防衛計画の大綱においては、海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯があるよね。したがってそれ以前までも年に1隻ずつの潜水艦の新増艦の追加は行われていたんだけど、それは裏を返せば最低で16年で潜水艦は実戦配備を外れる状態だったと言え、今はそれが22年のサイクルへと伸ばされたということができるんだ。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の大隊のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は当然あったわけだけど、このサイクルが日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きいよね。翻ってオーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点ではアメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くともその配備は2030年代の前半と目されており、未だしばらくの時間を必要とするぜ。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは現行のコリンズ級に近代化改修を施し、運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそもコリンズ級は開発段階から様々な問題にさらられていた艦艇だったわけだ。コリンズ級は一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく信頼性に乏しく、一時期は6隻中で稼働可能な艦艇はわずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだったな。こうした状況下、オーストラリアはコリンズ級潜水艦の代替を進めるべくプロジェクトを始動させ、2016年4月にはフランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し、新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定したよ。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだったんだ。当時の日本はこの時のコンペにはその時に自国でも最新型であった双流型を提案していたとされ、一時期はアメリカが日本の双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まったよね。しかし当時のオーストラリアは国内の製造量の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は双流型は完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられているぜ。それに対してフランス案はオーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだったな。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り、南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われているらしい。こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれているみたい。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても、今さら日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属しているんだ。そしてその内訳は親潮型潜水艦8隻、他に2隻が練習潜水艦に艦種変更と双流型潜水艦12隻。
そして最新鋭の対鯨型潜水艦2隻が運用されているな。なお、対鯨型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているぜ。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を示している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、そういう型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して、そういう型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだんだ。しかし、そういう型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたな。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているぜ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったけど、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の対鯨型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたよ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているね。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたんだ。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル全幅 7.6 メートル喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人。水上最大速力12ノット水中最大速力20ノット潜航深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、シクーティミは2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているな。そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が2021年に立ち上げられて、艦種選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているというぜ。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているみたい。しかし、
近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているね。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能所言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどなんだ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は、送流型の11番艦応流と12番艦応流から搭載されているリチウムイオン蓄電池だな。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるぜ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し充放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているわけだ。また、艦体の外観上の特徴としては送流型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているよな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦体の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だね。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦体の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦体の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら送流型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって操舵員が、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対艇型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。